暖かさの指数っていうのは1月から12月まで月平均気温を見たときに月平均気温が5度より大きい月月平均気温が5度より大きい月だけを抽出してで、その値、その月平均気温から5を引いた値それを全部足し合わせた値を暖かさの指数って言います例えば1月の月平均気温が 7度だったら、7は5を超えているので、この7から5を引いて2っていう数字をメモしておきます。で、例えば2月の月平均気温が6度だったら、この6から5を引いた1っていう数字をメモしておく。で、3月の月平均気温が、例えば4度だったら、この3月のデータは使わない。3月は飛ばしてしまう。5度を超える月平均気温が 5度を超える月のデータしか使いません。で、こんな風な感じで12月まで全部やる。そして、1月、月平均気温7度。で、7から5を引いた2。2月、月平均、2月の月平均気温6度。で、6から5を引いた値1。この2とか1っていう数字を1月から12月まで全部足し合わせて出すのが暖かさの指数です。5度っていうラインは、これは経験的に定められた 植物の生活活動の閾値まあ、5。同国5度より高い温度じゃないとね。普通は生活活動できないよね。あの活動できないよ。っていうのは経験的に定められたような。えっとラインです。例えばね月平均気温がさマイナスね。10。何度みたいなデータを入れて計算して。た,ただ、単純に平均なんか取っちゃうと、その地域の食、その地域の植生とうまく対応できない。対応しないくなっちゃうんだよね。 だからこんなちょっとね、一癖あるような工夫をして、その地域の植生ときれいな対応関係のある指標、指数を編み出したんですね。世界的に使われている指数です。